ジョン・ジョージ・ブ・ウォーカーはニュージーランドの元陸上競技選手。ウォーカーは1976年モントリオールオリンピック男子1500メートルで金メダルを獲得した選手である。しかし、これには母国であるニュージーランドのラグビーの代表チームであるオールブラックスがアパルトヘイトのため国際大会から追放されている南アフリカと試合を行ったことに対し、 アフリカの22カ国がボイコットしたことが影に付きまとっている。ウォーカーは1974年のコモンウェルスゲームズの1500メートルで優勝したタンザニアのフィルバート・バイと共に世界記録を更新し銀メダルを獲得。世界的な名声を得る。1975年8月に1マイルで3分49秒4の世界新記録を樹立し、 史上初めて3分50秒の壁を破る。ロジャー・バニスターが4分の壁を破ってから21年目のことであった。この記録は1979年にセバスチャン・コーに破られる。1984年ロサンゼルスオリンピックでは開会式においてニュージーランド選手団の騎士を務めた。また、ウォーカーは百七十六年六月に二千メートルでも四分十一秒。 4の世界新記録を樹立。この記録は1985年にスティーブ・クラムによって更新されるまで9年間も破られなかった。ありがとうございます。